やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは仮面ライダーゼロンソード AI10 の方からドードンマギア回、こちらのボディと合わせたものを今日は見ていただきます。さあ、いきましょう。こちらの方の足元からいつものようにやっていきました。これがドードマギア回、一文字変わっただけでこれだけ、スケールが変わりますね。本当はこの武器がね、すごく私は気に入ってます。意外とね、これ箱のパッケージだけ見てシール全部貼れましたね。壊さずに済んだ。そんな感じでやってまいりますが、見てもらうとね、本当に、これもね、1体ではちょっと欲しいと思って、あと2体ぐらい欲しいななんて感じで今考えております。これをまあ単体じゃないんですけどね、ボディとアーマーついてますけど、セットであと2体は、なんとか手に入れたいと思ってます。武器を外してね、手を開いた感じの構えた手にして、武器が余ってるわけですから、そうするとあれに使ってみいきましょう。ドードマギアですね。ドードマギアの背中につけられるようになってますので、羽のような形にしてですね、飛ばしてみようかなと思っております。こういう感じの使い方がもう一つの武器の使い方ですね。こうあとはこの持たせてみるの同じようにね、ドードマギア回と同じようにドードマギアも、多分名前が1個違うだけで随分言いにくいですね。こういう使い方もありですね、側近みたいな形でね、構えることも可能でございます。そしてですね、ドードマギア回、こちらを、台を使ってちょっと空を飛んだ感じのモーションをやってみました。こういう空を飛んだ攻撃なんかもね、結構いい感じだと思います。どうですか？結構角度を変えてやってますけど、気に入った感じでやってますね。皆さん見ていただいていかがでしょうか？私は結構こういう感じのがいいと思います。なかなかですよね。さあ、いかがだったでしょうか？今回の動画、ドードマギアは2体持っております。その方が側近っぽいですよね。そして、真ん中にドードマギア、カイ、こちらを乗せて、最後終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとありがたいです。最後はですね、ドードマギアに羽をつけて飛ばします。そして、この2つのね、ドードマギアの顔を外した感じでボディ、実際できないので合成にして作ってみました。見てください。ご視聴ありがとうございました。